フライデーでもなくて北海道で公演があって、ゆうちゃみさん質問、ギャルの間で噂、ひろゆきさんの疑惑とは。え、かわいそう。それが最近回ってきました。ひろゆきさん昔ギャルとフライデーされてましたが、ギャルがタイプなんでしょうか。ちなみに唯一フライデーされたのギャルでしたね。これ多分何かの誤解で、あのフライデーでもなくて、はい、あの もともとギャル社長をやってた人と、はい、北海道で公演があって、でその時の移動の時の一緒の電車だったから撮った写真なんですよ。うわ、なんか勘違い嫌ですね、そうやって撮られる。だから別にあのそれ以降会ったこともないっていう。え、かわいそう。なので、あの僕は別にあの笑いネタになるんですけど、多分あのずっとの方こういうふうに言い続けて、はい、勝手にフライデーされてるってことになってんのかなと思って。なるほど、それが最近回ってきました。だもう多分でも20年ぐらい前じゃないかな。ええー、そうなんだ。あ、だからもう多分相手の方ももう40代とかになってて、ギャルどころじゃねえやっていう感じだと思うんですけど。本当だ。なので、はい。あの、そんなこともありましたけど。ギャルと一緒に歩くはないんじゃないかな。撮影の仕事とかでギャルの人の撮影をやってた時に、はい、あの説明をしながら街を歩いてるところを撮られたとかであればそうかもしれないですけど。確かに。まあ、そもそも女の人と道一緒に歩くあんまないですからね、僕。そうなんですか。なんか、その、二人きりで他人と歩くことってあんまなくないですか、外。あ、ないですね、確かにない。ああ、でもあるか。ギャル男とかは私歩きますね、全然。なんか大体複数3人とか4人とかになりません？なんか仕事とかの移動。確かに。そうですね。だから2人きりで異性の人となることってほぼないんですよね。確かに。ないか。なので、なんか、あんまりそういうの起きづらいんじゃないかなと思ったんですけど。